かなりね今回集中できたと思います。この使い方が一番いい。まあ、今からね電車で使っていきたいと思います。はい、皆さんおはようございます、キスケです。今回はこちら、こちらの新しく発売された BOSE クワイエットコンフォートウルトラヘッドホン、 BOSE さんから提供していただきましたので、今日はですねこれを使って1日 Vlog 撮っていきたいと思います。今日はですね平日ということもあって会社があります。なので今回は会社員の僕がこのヘッドホンを1日どうやって使ってるのか皆さんにご紹介したいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。ということで Vlog 始める前にね、このヘッドホンがどんなスペックでどんなデザインなのかを軽くご紹介したいと思います。名前が BOSE クワイエットコンフォートウルトラヘッドホンズという名前になっていまして、 BOSE から新しく発売されたフラッグシップモデルのノイズキャンセリングヘッドホンになっております。今回こちらのヘッドホンから新しくイマーシブオーディオというものが搭載されまして、空間オーディオが使えるようになりました。 BOSE コンフォートウルトライヤーバッツにも搭載されておりまして、 Spotify、YouTube、プライムビデオ、プラットフォームを問わずどんな音源でも空間オーディオにできるというモードがこちらのヘッドホンにも搭載されております。でさらに BOSE といえばノイズキャンセリングめちゃくちゃ強力ですし、あとは外音取り込みモードも使えるので外でね歩きながらヘッドホンをすることも可能です。マイクに関しても今回進化しておりまして、これで Zoom の会議とかも余裕でできます。さらにこちらのヘッドホンは高級感もあるんですけれども軽いのが特徴なんですよね。なので長時間つけていても耳が痛くならないというのがいいポイントです。1回の充電で24時間の再生が可能で、イマーシブオーディオを使うと最大18時間、15分の急速充電で最大 2.5 時間使うことができます。でさらに今回ね操作性も向上しておりまして、本体のボタンに関しては Bluetooth の接続ボタン、操作ボタンで、さらに音量のスライドですね。操作ボタンに関しては外音取り込みモードとイマーシブオーディオと、あとはノイズキャンセリングモードをこの操作ボタンを押すと切り替えることができます。で音量の調節がね今回めちゃくちゃ良くて、ヘッドホンの流線形の部分をスライドすると音量の上げ下げができるようになってます。普通だったらねその音量の上げ下げってずっとボタンを長押ししないといけないっていうものもあるんですけれども、このねスライド式だとすぐに自分の理想の音量にしてくれますので、ボタン周りをね長時間触らなくていいっていうのがいいポイントですね。もちろんケースも付いていますのでコンパクトに収納することも可能ですし、ケーブルも付属していて有線でね使用することも可能です。カラーはブラックとホワイトが発売されておりまして、限定色のねブルーも発売されます。そしてデザインはですねこのようにスタイルリッシュな形になりました。今までね BOSE って結構クラシックなイメージがあったんですけれども、こちらのヘッドホンはフラッグシップモデルということもあって無駄を省いたような洗練されたデザインになっています。ジャケットとかコートとかの綺麗めな服装にも合いますし、あとはもちろんねパーカーとかちょっとカジュアルな服装にも合うっていうね、ヘッドホンをねおしゃれとして使いたい人にもおすすめできるものになっています。今回の動画では BOSE クワイエットコンフォートウルトラヘッドホンを使い倒す僕なりの使い方だったり設定、あとは1日使ってみてどうだったのかを感想とともにお伝えしたいと思います。はい、ってことで早速やっていきましょう。ということで今日はこんな感じのコーディネートで行っていきます。ヘッドホンつけてジャケット着て、あとはこのお気に入りのトートバッグ持って会社行ってきます。じゃあ今から行きましょう。はい、ということで今公園にやってきたんですけれども、まあ、こういう時にね歩いてる時っていうのもつけれます。っていうのも外音取り込みモードが使えるんですよね。でこの外音取り込みモードが結構優秀で、歩いてても外の音を拾ってくれるのでヘッドホンつけててもあんまり危なくないっていうのがいいポイントなんですよね。まあ全然人がいない道とか通らない道だったらノイキャンつけてもいいと思うんですけど、まあ、車が通る道とかあとは人とぶつかったりしたらいけないので、まあ、そういう時はね外音取り込みモード、アンビエントモードにして使用するのがいいんじゃないかなと思います。まあ僕はねそうしますね。で今からね電車とか乗るんですけど、電車乗る時はねあのノイズキャンセリングオンにしてしっかりとその BOSE のノイキャンっていうのを活かして電車とかのね騒音を消してあげるといいと思いますので、まあ、今からね電車で使っていきたいと思います。まあ、ちなみに音質は言うまでもなくめっちゃいいですね。はい、もう迫力もあるし臨場感もあります。でデザインもね結構いい感じじゃないですかね今回。なんかねいつものクラシックバージョンとは違ってスタイリッシュになりましたよね。まあ、なのでこういう風にコーディネートとかも合わせやすいですし、あとは会社行くときにねスーツの方とかでも合わせやすいと思います。ファッション性が高いっていうのもいいポイントですね。実際に電車の中でも使ってみたんですけど、ノイズキャンセリングはめちゃめちゃ強いですね。というか強すぎて乗り過ごすぐらいです。ノイキャンだけだったらアナウンスはギリ聞こえるんですけど、音楽つけちゃうとねもう本当に無音になっちゃうので、電車に乗るときはね皆さん注意してください。
はい、ということで会社終わりました。お疲れ様でした。まあ、今回ねさすがに会社の中では動画撮れなかったので会社で使ってみてね、まあここ良かったなっていう思うところをご紹介したいと思います。まあ、まずね今日結構一日中つけてました。今日はねちょっとミーティング多かったのでミーティングでも使ってみましたし、あとはねちょっと集中力高めるような音楽とか聞きながらやったりもしたんですけれども、かなりね今回集中できたと思います。今回のねこの BOSE のウルトラヘッドホンに関してはめちゃくちゃ軽いんですよね。なのでね結構長時間つけてたんですけど、耳がねちょっと痛くなるとか圧迫されるみたいなヘッドホンでよくある現象はあんまりなかったですね。で今回ねこのヘッドホンはマルチポイントが使えるんですよ。2台までになってるんですけれども、僕はねスマートフォンとあと社用の PC につなげて今回使ってみました。このねマルチポイントの切り替えめちゃくちゃ精度良かったです。通勤の時にスマートフォンで音楽聴いてて会社について朝一のミーティングするとそのままねヘッドホンにつながってくれました。このねシームレスな切り替えっていうのが、まあ、プライベートでもビジネスでもどっちも使えるので、これねめちゃくちゃいいなと思ってます。で今日ねちょっと先輩にも音質どうですかって聞いてみたんですけれども、音質いいって言ってましたね。なんか普通にリアルに近い感じで聞こえるって言ってました。マイクテスト、マイクテスト、ただいまの音声は BOSE クワイエットコンフォートウルトラヘッドホンで録音しております。音質の方いかがでしょうか。まあ、ズームのミーティングとかではね相手にこんな感じで聞こえます。今回マイクの性能も向上しているので、マイク自体ね結構聞き取りやすいんじゃないかなと思います。このね長時間つけていても疲れないっていうところと、あとはマルチポイント2台接続できるっていうところ、もうこの面からしてもかなり出社してミーティング多い方とかサラリーマンの人にねすごくおすすめできるヘッドホンだなと今の時点で思ってます。でバッテリーに関してなんですけれども、今日ねかなり使ってたんですけれども、あ今のバッテリー 60% ですね。1日中使っててね 40% しか減ってないので、バッテリー性能に関してもね十分すぎるなと思いました。あとね会社の中で集中したい時と、あとは周りの音も聞いときたい時って2パターンあると思っていて、まあ、例えば周りにねちょっと知ってる人がいてワンチャン声かけられそうだなと思ってる時はアンビエントモードにしていつ声をかけられても反応できるようにしたりとか、あとはちょっと周りがねうるさくて集中したいなと思った時はノイズキャンセリングをオンにしてめちゃくちゃ集中できたので、今回のねこのヘッドホンすごくいいです。でこれからね冬になってくるので、まあ冬ってね寒くなってきて耳とか冷たくなると思うんですけど、まあ、ヘッドホンはねこういう風に耳当てにもなるので、これからねヘッドホン買う人にはすごくおすすめしたいですね。ということで有楽町までやってきたんですけれども、やっぱりこのヘッドホンね使ってると移動時間かなり快適ですね。でこの後名古屋家と合流しました。今からつけます。おおおなります。変わった。おお、やっぱ違うか。もうだって聞こえないもん、キスケの。何言ってるか。ヘッドホンってすごいね。ヘッドホンすごいやろ。ちょっと何言ってるか全然わかんないで。これがですね、かけてる状態ですね。ヘッドホンをね、肩にかけてる状態でも、本体スタイリッシュなので、かなりいい感じかと思います。やっぱり今回のモデル、ファッション性も高いですね。ということで、家に帰ってきました。お疲れ様でした。で今日一日使ってみたんですけれども、めちゃくちゃこの時点でいいです。ただこのヘッドホンもっと楽しむことができるんですよ。それがイマーシブオーディオでございます。で今から何をするかっていうと、このヘッドホンとあとはプロジェクターを接続して映画をねこのヘッドホンを使って視聴します。で今ねもう結構夜なので、大きい音とか出して映画とか見ると近所迷惑になっちゃうんですよね。なんですけど、このね BOSE のヘッドホンを使えば大迫力でかつイマーシブオーディオという空間オーディオを使って映像をね楽しむことができます。プロジェクターの映像で空間オーディオで聴けるので、もうほぼね映画館です。この組み合わせがマジで最強ということで、このねイマーシブオーディオとプロジェクター組み合わせて一日のね終わりのリラックスタイム楽しんでいきたいと思います。はい、でねこんな感じでウルトラヘッドホンはねマルチポイントに対応していて2台まで接続できるんですけど、まあ、僕の場合はね社用 PC とスマートフォンに割り当ててるので、プロジェクターはねマルチポイント使えないんですよね。なのでこれが3台になったらもっといいなと思うんですけど、ソースの切り替えはねアプリからすぐにできるので、まあ、そこまで不便ではないですね。まあ、ただマルチポイントは3台接続できたらもっと嬉しいなと思います。であとイマーシブオーディオも種類がありまして、停止モードと移動モードを使えます。で停止モードは自分の正面に音がある感じですね、まあ、なのでステージが前にあるライブ会場みたいなイメージしていただければ分かりやすいかなと思います。それに対してこの移動っていうのはもういろんな方向から音が鳴ってくるので、アーティストが360度
自分の周りを回ってくれるっていうモードですね。まあ、僕は移動の方が結構好きで、この移動でね映画見るとめちゃくちゃ臨場感あるので、この使い方がすごくおすすめです。で、前回ねイヤホンレビューした時にイマーシブオーディオを使ったらね音質ちょっと落ちますかっていう声あったんですけど、まあ、若干ねちょっとデジタルっぽさは出ます。ただそこまで気になる感じではないですね。それよりもこのイマーシブオーディオの楽しさ、空間オーディオの楽しさが大きいので、僕はね映画視聴とかはこっち使うようにしてます。はい、そしてね最近ハマってる早々のフリーレンっていうアニメを見ながらねちょっとリラックスタイム楽しんでます。まあ、この画面実は片手にカメラ持ってるのでめちゃくちゃプルプルしながらコーヒー飲みました。でこのアニメはなんかゆったり見れるアニメなんですよね。そういうアニメとかも声優さんの声がねもう耳元で囁くように聞こえるので、普通にアニメ見るより見た時のね満足度がめちゃくちゃ上がります。これが本当に、しかも今夜中なので大きい音は出せないんですけど、このヘッドホンで聞けば大きい音出しても近所迷惑にならないので、そこもねすごくいいなと思ってます。いや、この組み合わせがマジで神です。もちろんね他のアクション系のアニメとか、あとはハリウッド映画とか、もうマジでめっちゃおすすめです。もう本当にこの使い方が一番いい。ということで、まあ、BOSE のクワイエットコンフォートウルトラヘッドホンは、会社の中でも集中して作業したりとか、あとは音質のいいマイクでミーティングしたりとか、で、さらには帰ってきてから映画だったりアニメのコンテンツも大満足で楽しみたいという方、そして何より強いノイキャンを求めている方、こういう方にね、ぜひ使ってほしいヘッドホンとなっております。まあ、値段はね、ヘッドホンの中でも高いとは思うんですけれども、その価値はね、めちゃくちゃあると思います。こういう風にね、このヘッドホンを一日使い倒してあげれば、よりね、このヘッドホン好きになると思いますので、ぜひ皆さんね、使ってみてください。今回紹介したこちらの BOSE のクワイエットコンフォートウルトラヘッドホンに関しては、下の概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひそちらからね、購入してください。ということで今回も一日使い倒してみた Vlog やってみたんですけど、いかがだったでしょうか。他にもね、いろんなガジェットで一日使い倒してみるシリーズやっていきますので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。以上。